はい、こんにちは。今回は Linux の始め方いろいろということで、初めて Linux を触ってみようかなって人のために、どうやって試せばいいのか、どんな Linux を選べばよいのか、今まで自分が作成した動画を使って解説させていただこうと思います。まず Linux を試す方法、試す方法はいくつかあって、今回は4つほど紹介をさせていただきます。まず1つ目、サポートの切れたパソコンを Linux 専用機にする。2番目、デュアルブートで Windows と Linux を併存する。そして3番目、仮想化ソフトを使って Windows 上で Linux を動作させる。最後に4番目、外付けストレージに Linux をインストールする。この4つの手順について紹介させていただきます。まずは1つ目、サポートの切れたパソコンを Linux 専用機にするです。例えば Windows XP とか Vista、Windows 7などのサポートが切れているパソコンを Linux 専用機にする方法です。サポートが切れているパソコンは外部からの攻撃のリスクやウイルス感染などのリスクがあり、そのまま利用するのは望ましくありません。そこで Linux としてそのパソコンを利用します。余っているパソコンがあるのであれば、この方法が一番良いです。古いパソコンの再活用にもなりますし、仮にインストールに失敗したとしても、どうせ使わないパソコンですので、ダメージはほぼありません。自宅に古いパソコンが眠っている方は、ぜひ試してみてください。そして2つ目、デュアルブートで Windows と Linux を併存する。デュアルブートって皆さんはご存知でしょうか？まあ Linux を触ったことがある方でしたら、聞いたことがある方がほとんどでしょう。複数の OS、 例えば Windows と Mac とか Windows と Linux とか、そういった複数の OS を一つのパソコンで共存する形を言います。一つのパソコンの中に複数の OS が入っていますので、当然のことながらハードディスクや SSD の容量はその分小さくなります。しかし最近は低価格でも大容量化が進み、複数の OS が入っても容量的に問題がない場合が多いかと思います。特に Linux は数十ギガ程度のストレージがあれば十分な場合が多いです。自分も今デスクトップパソコンで Ubuntu と Windows のデュアルブートをしています。デュアルブートのやり方については動画の方をいくつか出していますので、参考にご覧になっていただければと思います。はい、こちらの動画ですね。 Windows と Ubuntu のデュアルブート方法、 OS の起動優先順位、待ち時間の設定方法、領域の変更方法などを全部まとめて説明します。 Linux を使ってみたい方は必見です。で、気をつけていただきたいというかですね、心構えを持っていただきたいっていうことがあるんですけれども、それは失敗した時のリスクになります。最悪の場合、デュアルブートをしたことによって Windows までが起動しなくなるといった現象も考えられます。デュアルブートを試したい方はあくまで自己責任で行ってください。仮に Windows が起動しなくなったとしても、ほとんどの場合は Windows は消えているわけではありません。マスターブートレコード MBR というパソコン起動時に一番初めに読み込む領域が破損しているだけです。ですので、そういった場合でも慌てず騒がず、再度別の Linux をインストールすれば、このマスターブートレコードも再インストールされますので、 Windows は起動するようになります。その場合の動画ですね。デュアルブート失敗、 Windows も Linux も起動しない対処法について説明しますという動画を作っていますので、参考までにご覧になってみてください。ただやはり危険なことは危険ですので、初心者の方がメインで使っているパソコンをデュアルブートするのはやめた方がいいかと思います。潰しても良いパソコンで練習して、自信がついたらやってみるという感じがいいかと思います。デュアルブートのメリットは、 OS が共存したとしてもOS のスペックをフルに使うことができることです。ですので、普段使いの OS として Windows を残しつつ、かつ Linux を使いたいっていう方は、こちらの方法がベストです。ただ、しつこいですが、リスクは覚悟しておいてください。3つ目、
仮想化ソフトを使って Windows 上で Linux を動作させる。バーチャルボックスとか VMware などの仮想化ソフトを使って Windows 上で Linux を動かす方法になります。こちらがその動画ですね。 Linux を試したいけど Windows の環境に影響を与えたくない方のための動画。 Linux を安全に試すことができる手順について解説していきます。こちらのやり方は Linux を仮想環境上で動作させますので Windows に影響を与えることはありません。ですが OS 上で別の OS を動かしている都合上、動作の方はかなり遅くなります。CPU、メモリー、そしてストレージは Windows で使用しているあまりのスペックを使用しますので、どうしてもマシン性能をフルに活用することはできません。高性能なパソコンか Linux を本格運用するのではなく、あくまで Linux の動作を試す用途であれば良い選択肢かと思います。そして4つ目、外付けストレージに Linux をインストールする。最後にこの外付けのストレージ、ハードディスクや SSD にインストールする方法です。この方法ならば、既存のパソコンに影響を与えることがなく、安全に Linux を試すことができます。また、仮想化ソフトのように、OS 上で別の OS が動作しているわけではありませんので、利用する CPU やメモリーのリソースが少なくなることもありません。欠点は USB を介して外付けのディスクでアクセスしているため、ディスクへのアクセス速度が内蔵ストレージと比較して遅くなる傾向にあります。ですが、既存の OS を潰さずに複数の OS を安全に利用できるので、こちらもおすすめの方法です。はい、これが動画です。外付け SSD、ハードディスクに Linux をインストール。内部ストレージに影響を与えずに安全に試せます。Linux Mint で試すという動画になります。ここまで Linux を試す方法について4つほど説明させていただきました。では今度はどんな Linux を試したらいいんでしょうか。利用できる Linux はたくさんあります。Debian ベース、Ubuntu ベース、Red Hat ベース、Arch Linux ベース、代表的な Linux から派生することで、世界中で様々なコミュニティで Linux は開発され続けています。自由であるがゆえ、多種多様な Linux、選択肢が多いということはメリットでもありますし、その分何を使って良いのか迷うというデメリットでもあります。そこで、次の動画を参考にしてみてください。こちらは最近作成した動画で、多くの Linux を試してきた自分が、これならば Linux を触ったことがない方でも使いやすいと思った Linux を紹介しています。こちらですね。独断と偏見と周りの評価で選ぶ Linux 初心者でも使いやすい Linux 5000。また他にも多くの Linux があります。その使い勝手や入っているアプリは採用しているデスクトップ環境に依存します。Linux を選ぶ際の一つの基準となりますので、その特徴を把握することはとても有用です。次の動画を見ていただければ、ある程度デスクトップ環境のことがわかるかと思います。Ubuntu で学ぶ2023年度版デスクトップ環境カタログ、Ubuntu 公式フレーバーからデスクトップ環境の特徴を解説します。という動画です。最後に、今回は Linux の始め方いろいろということで、 Linux の試し方、どの Linux を選べば良いかについてまとめさせていただきました。今回紹介した動画に関しては概要欄の方にリンクを貼っておきますので、よろしければご活用ください。はい、こんな感じで自分のチャンネルでは Linux に関する情報を中心に発信しております。よろしければチャンネル登録、高評価の方をお願いします。今回の動画はこちらの方で終了させていただきます。ご視聴ありがとうございました。